定パス限定パス、おーっしゃやったわ。どうもムジカでございます。はい、ということでね、まあ、最近ガチャバトルしたりと、まあ、自分で課金したりと、まあ、100万円企画で配ったりと、どんぐらい課金してきたんだろう。113×2 かっていうのか、まあ、200万ぐらいか、220万ぐらい、まあ、自分で220万ぐらいで、キッズに100万企画やって、で100万渡して300万で、なんだかんだチュンカーを企画とかで配って、まあ、最低でも50万ぐらい配ってると思うんだよね。だから300、150、350、まあでも本当細かいの入れたら400万近くは配っていると思うんですよ。うん、おそらくいや使ったなマジで、やべえやべえ投資しすぎたマジで。もう多分これの YouTube の収支完全ね、トントンぐらいですわマジ。うん、まあでもね、いろんなキッズとかね、まあ AK の人もそうですし、まあ実況者の人もそうですけど、まあいろいろな方と知り合えたんだね。登録者も伸びつつね、残るものはね、残っているんで、すごく、ね、全然無駄ではなかったというかね、気持ちいい気持ちです。はい、ということでね、まあでね、これまあいろいろ課金してきた中でですが、今までね、買った宝箱をまあ引かずにね、取っておいたんで、2ぶりぐらいだろう。一番古いのどれだ、ちょっとわかんないですけど、一回パーって引いた時があったんですけど、まあでも数ヶ月分は溜まってるとは思います。で今回もね、2周年のやつで売ってたんですよ、限定が。またこれデイリーの2周年限定パック、はい、もうこれもう買っちゃったんでね。はい、ということでね、この辺をね、全部ね、バコバコね、整理していきたいと思ってます。はい、ここでね、今ね、いい感じでね、金チケが溜まってるんでね、これをね、さらに増やしてね、また一気に変えていきたいと思います。じゃあ、ちょっといらないやつからバコバコいっていきますね。はい、スプレーパックはもういらないんですね。スプレーっていうもの自体に、存在意義をね、疑問視してます。はい、ちょっとわかんないですね。なんか、しょうもないやつがいいな。これ体験カードとかいらんな、これも。あとはもうこれも体験でしょ。はい、体験してどうする、体験して購入できるわけじゃないしね。はい、普通体験だったらその後にね、本購入があるんですけど、これもなんか、うん、体験系はちょっとね、体験しても引かないとねもらえないっていう、もう体験ゾンみたいなところもありますからね、気をつけてください。体験ゾンには十分気をつけてくださいね。はい、ということで、動画の尺を引っ張ってるように思えるんですが、それは気のせいです。はい、ちょっと今ね、もう言いながらもちゃんとやってますからね、こうやって。はい、ということで、体験とか、まあ、いらないやつがね、こんぐらい終わったんで、はい、これをちょっとね、じゃあ光の石、これ言ってみましょうか。光の石ってなんだっけ。まあいいや、とりあえず、全部使用するいきます。はい、特にないと。はい、これ16番のり、あ、こう順番なんだね。これで引いたのか、終わった。とりあえず何も出なかったですと。はい、続いてなんかのパックです。はい、KOF かな、これもダメでした、ゴミでした。はい、次高級重機パック、開けると紫色重機スキン3日間を獲得するチャンス3日間獲得するためのパックいらんだろ。あ、KOF コラボ。これはちゃんとしたやつですね。なんで1個持ってんだろう。これはね、ちゃんと、あ、まあ、うん、持ってたやつでした。はい、ダイヤパックは、まあ、ダイヤですよね。はい、4631いただきました。ちょっとメモっておこうかな。4631。はい、ということで。2周年記念セーブ袋、あ、ちょっとこれ取っとこうかな。まあ、KOF とかいらんからな、いらんからなって言ったらあれですけど、あ、もう選ぶやつ、テリーで、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。あ、もう一回けんのね、じゃあ違うやつ、はい、これ持ってなかったんだ。で、スパニッシュローズパック、これすごいいらなそうなんで、これいきましょうか。はい、まあ、もちろん体験出てくと、はい、また、まあ、これか。このピンクのやつか。まあ、体験なんで、
はい、ということで、まあ、進撃、あ、いいね、進撃の巨人いいっすね。金色重機スキンパック使用後、金色重機スキンを一つ選択することができる。お、これももらえるんだ。これな、別にいらねえな。これ持ってるやつ選んだら禁止権なんのかな。あ、オッケー。まあそれはそれでいいわ。はい、ということで、エンジェルの旅人パック、なんだこれ。37。お、体験会。体験がこんなも、体験でこれぐらいだね。勲章だっけ、バトルパスのやつぐらいっすね。はい、これはまあ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 。で、あ、フェアリーテール、いいっすね。これ何が違うんだ。開けるとフェアリーテールコラボ物資から一つのアイテムをランダムに獲得。これいってみましょうか。4番。はい、いやーほんとダメだな。でもなんか車が当たるようなやつまだ引いてないからね。はい、進撃の巨人精鋭福袋、まあ、これはね決まってるやつが、もうもらえるやつが決まってる系。わからんけど、体験はもうほんといらんってマジで。はい、し、なんだっけ、白濁だっけ、白濁忍者福袋、これはまあ出たとしても多分持ってるんで。進撃の巨人福袋、アイコン、これも決まっちゃってるやつだな。しょうもないやつですね。はい、ありがとうございました。しょうもないとか言わない。 OK、 じゃあこっからね、本格的なパッキングじゃないですか。うん、ちょっとじゃあ古そうなやつからやっていこうか。フェアリーテール2周年、バトルパス限定なんだ。まあ、いやね、KOF 行きましょうか。KOF。ちょっと待ってください。はい、KOF。52あるんでね、なんでこんなんだ。これ1個ずつでもいいのか。あ、やばいやばい。おお、知らん2枚はいいっすよね。ちょっと今練習、これはいいんじゃない普通に。あれ、単発の方がいい説。これ一気に引いちゃうと一気に終わっちゃうからね。あれ、まあ、ちょっと長いんで全部使用します。お、 KOF 草薙京、あざっす。これは神引きじゃないですか、普通かな。お、クラシックはいいじゃないですか。あ、持ってなかった、持ってなかったっけ。お、八神伊織もこれも持ってなかったと。いいっすね。お、95式これも持ってない、あざっす。え、なかなかいいんじゃない。まあ持ってるやつで金チケが良かったっすけどね。はい、そういうこと言わない。あ、中級か。まあ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 、はいはいはい、いいんじゃないですか、良かったんじゃないね。はい、ということで、じゃあバトルパスいきましょうか。ちょっとね、多少単発ちょっと織り交ぜたい、ここは。うん、爆走サタンはよく出るよね、本当に。みんな大好き爆走サタン、いや、みんな大好きではない。天狗マスクもよく出ます。ちょっとあと残り9枚、単発ちょっとお楽しみください。あの、一気にねやっちゃうとね、それなりにな結果になっちゃうからね。うん、まあ、いい、今の KOF は一気に引いてよかったですけど、とりあえず、とりあえずバトルパス限定パ、おーっしょ、やったやったー。けど俺的には何かが被って金地系が欲しかったが、これはこれで嬉しい。持ってないからね、やった、イエー。いや、いいじゃん、いいんじゃないのね。スクショいただきました。いや、いいじゃん、いいじゃん。さあ、2周年限定はちょっと取っといて、じゃあフェアリーテール行きましょうかね。フェアリーテールもちょっとね、ちょこちょこ引かせて、あ、なんか今飛ばしたな、飛ばしたけど、なんかまあエフェクトになってないからいいんじゃんか。はい、これはどうですかね。ちょっと全部いきますよ。はい、来た、テロノサウルス。これエフェクトがない時点で期待はできない。 OK です、終わりました。ということで残りは進撃の巨人いきましょうか。38あるんでね、まあ、ちゃんとそれなりに買ってたって感じかな。はい、いや、車欲しい、車。
うおい、あーいい、リヴァイ当たりましたね。まあ、これはねチケット金チケになるんで嬉しいところです。はいはい、ない、はい、スーパーフラッシュ、なんとか、いやー欲しい、車の金チケ欲しいんだよマジで。ちょっとねあれをもう貯めて一気に使いたいんで、ないか、これないか、これなさそう。ちょっと残り10になったら一気に引こうかな。いやー第3コラボ物資の中から一つだから、何でもあれだよ、あれだよね、車も入ってるってことだよね多分。よし、まあリヴァイ当たったけどね。よし、じゃあ10いきます、全部いきますと。おっと、体験当たりました、ありがとうございますということで、はい。じゃあ2周年、これ何が違うんだ。あ、もう決まってんだこれ、決まっちゃってる系だ、決まっちゃってる系はもう引いちゃうか。はい、何にもなかったです。いやー終わってしまいますよこれ、最後ですね、これ最後、これちょっと当てたいなマジで、お願いしますよ、ちょっと単発でやらせてください、好きなんで、うん、やっぱねガチャはね、あー長く楽しみたいじゃないですか。あと新しい衣装のあの竜林シリーズの靴だけないんだよね確か、靴履きたい、靴と、あと地味にあの限定車、今回の新しい車も持ってないんで、いや終わってしまう。おー、なんだ今95式じゃ一瞬しか映んないが、いやー車、車ないか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 、ないな、ないのかこれない、いや最後ラスト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 、はい、ということで終わっちゃいました。うわマジか、体験が腐るほど、いやもうちょっと、いやでもあれか、一応さ車2台ぐらい当たってんだよね、うん、こいつら、これとこれ、リミット E T.O. いやあのリミットのやつってなんか育てられんのかな、育てるっていうか、いやできるわ、できるけど、まあいらんけど、いやー車欲しかったなあ。ちょっと全然関係ないんですけど、普通にガチャ引いていいですか、はい、ちょっとこれ、今日は車はかぶりずアップ中です。あそうだ、割引券危ない危ない、 30% おっしゃやったね、でかいね、行きましょう、パラシュート、あれなんか当たったな今、何が当たった、スキップしたら分かんなくなった、なんだ開演らへんかな、はい、出ない出ないよ、続いてパラシュートのきっかかりは、ほんとパラシュートキャンディーね、めちゃくちゃ当ててる人多いと思う今回。ちょっと待って、あと2000、こういう時は単発を少し折り混ぜてく、そしてキャランディ当たってくからの、からの、うーなんか重い、ガチャが重い、もうなんか衣装チケットが出てくるじゃん、ちょっと変わる前のやつが見たいんだけどひどくないこれ、ダイヤ降ってきてるだけじゃんこれ、面白くないよこれじゃん、一瞬ぐらいさ表示してくんないかな、うわ終わった、じゃあラスト、はい1200、はい、オッケーです、ありがとうございましたということだよね。あそうだ、あとバトルパスもあるから、なめんなってこれ、待ってこっちがある、こっちがあるよ、よしこれをじゃあひたすら引いていきましょう、なんか重てえな、これはね単発しかできないんで、あのしょうがない、いやマジこれさちょっとひどくない？お下町持ってなかった、これ直してほしいわ、だってわかんないもんね何が当たったか、ええこれ中級チケットとか車のかぶったら金チケだけ降ってくるってこと？おー、AK のなんか。ああ、これか。はいはいはい。
や持ってなかったけど、あざっす。まあまあまあ。スプレー。いや、あと何枚？あと7回か。いや、渋いな。いや、金使ったな、しかし今回、マジで。久々に自分でこんなガチャ回したわ。本来そういうもんですが、どうですかね。どうですか。終わりました。はい、ちょっとなんか納得いかないんで、またあの1万課金しました。やってきます、2周年。引きすぎ。今回やりすぎ。はい。いやーもうね。これちょっとあれだな。なんか金、無駄遣いしてんな、今。いや。かぶるやつのエフェクトいらんから。いや、だから本当に、率すごくない？パラシュートの。うわ、早っ。早い早い早い。怖っ。1万円早っ。まあ一応単発いけるけど。シェアはいいかな。いやーなんかダメだなあ。この1万円をこう使えばよかったとかっていうのは考えない。